性的ヒーリング瞑想。体をリラックスさせて、しばらく呼吸に意識を向けます。息を吸いながら、輝く白い光が自分の肉体と全てのエネルギー体に入り、息を吐きながらその白い光を自分の周囲に放っていくことを視覚化します。自分のハートチャクラに柔らかいピンク色のバラがあることを視覚化します。呼吸を続けていると、そのバラが開花し始めます。数分間それを続けます。赤色のバラを自分の性器のところに視覚化します。呼吸を続けていると、そのバラが開花し始めます。数分間それを続けます。
吸いながら、赤色のバラの静的エネルギーがハートチャクラにあるピンク色のバラに向かうエネルギーの導管を活性化させます。息を吐きながら、ピンク色のバラの愛とヒーリングのエネルギーが性器のところにある赤色のバラに降りてきます。数分間それを続けます。この瞑想を定期的に続けることで、皆さんのグループは女神のエネルギーの強力な導管となり、地球の光のネットワーク構築に多大な支援となります。女神は光を求めます。そして光はそこに存在します。